どうもライトレンジャーです。今日ご紹介するのはこちら、ザ・ガッテイ伝説の勇者ダッガーン。ということでね、ついに届きました。これ見てください、めちゃくちゃでかいんですよ。まあ普段レビューしている仮面ライダーとかのドライバーがこんな感じなんですけど、まあ箱がねちょっと大きさ分かりにくいかもいやこんな感じでね、箱がでっかい。まあとにかくね見ていきましょう。ついに登場しました、これですよ、スマイルカンパニーね、ザ・合体シリーズ。前回電光超人グリッドマンのサンダーグリッドマンデビューしたんですけど、あれのシリーズ、ザ・合体のねそのシリーズなんですけど、今回はアニメのね作品で勇者シリーズということでね、なんと待ち望んだ俺のね大好きな作品なんですよ、ダガーン。いやーこれいいね。結構ね勇者シリーズって立体化するってなったら真っ先にねガオガイガーとか、まあ一番最初のねエクスカイザーとか、そこら辺がね立体化結構生まれてるんですけど、なかなかねダガンがね立体化するのはねなかったんですよね。まあ最近はユーチューブに注目されて、いろんな遊びに出てるんですけど、ユーチューブに出てるんですけど、ユーチューブに出てるんですけど、で特にねこのダガーンね見てください、やっぱすごくかっこいいでしょ。いやーこれね昔僕デラックス玩具持ってたんですよ、小さい頃見てね。でおもちゃも買ってもらって、いやそんな記憶があって、それからねやっぱね子供の頃はこういうデラックス玩具持ってるとより一層に知識が湧くっていうか、味がねあって、自分はね青いかもしれないけど、何回それであったらもちゃんとね変形合体できる完璧なダガーン X のねこの立体物がね出るっていうのはねすっごい待ち望んでましたね。まあ前置きがすごく長くなっちゃったんですけど、早速開封していきましょう。で横側面はで後ろを見るとこんな感じでね、ダガーン、これがパトカーからロボットモード、これがねコアロボって言われてるね形態ですね。でアースファイターでアースライダーで、このビークルモードの合体したやつもダガーンジェットっていう感じでね、こういう風に合体することができます。よい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 、おーうわーうわーすごい、あーいいね、いやかっこいい、もうすごい最高わーちっちゃ、すごいちっちゃ、ミニチュアだね。結構デラックス玩具の時、当時のねデラックス玩具もうちょっとでっかいようなこんな感じでね、まあ子供がねガシガシ遊んでも壊れないような丈夫な作りだったんですけど、これはね繊細な、これだけでも繊細でね、触るのがちょっと危なっかしいような感じがね伝わってきますね。いやでもこれね細かいぞっていいね。まあちょっと細かく見るのは後にしましょう。はい、ということで中身を開けるとこんな感じで、アースファイターとダガーンでアースライナーが入ってます。でね、見栄え重視用のパーツの足が入ってて、で塗装済みの武器で、見栄え重視用の腰パーツで、すごいちっちゃいんだけどダガーン用のねダガーンマグナムということでね、これを今からじっくりね見ていこうと思います。まずはアースライナー、こちらね見ていこうと思います。これねすごい、これも全塗装でもないか、でもねなんかすごい触り心地がいいんだよね。この白も確か500系のぞみですかね。ここのねこのパネルとか腰のねこのところが見えてるやつとかね、すごいなんか当時の玩具っぽい雰囲気が出てますね。わーでしかもこのねアンテナすっごい細かそう、めちゃくちゃちっちゃい、プロポーションなかなかいいんじゃないでしょうか。ちゃんとね高走行もできるね。この状態だと特別何か機能があるとか武器を武装するとかっていうのはないので、こんな感じでねクロス走行ができる、こんな感じ。あ、じゃあ見栄え重視用の、まあついでなんで見栄え重視用のパーツと交換してみましょうか。アニメの作画基準ということでね、だいぶ形状が違うんですけど、これはどうやって外すのかな。ここの太もものここのスイッチを押しながらやるとこれがね外れるらしいんですけど、あ外れた、外して、でここにもう一回カチッとこうくっつくと、おおこんな感じで、まあそのまま押し込めばい
こんな感じでね、まあ、こっちが通常のバージョンで、こっちがアニメ見栄え重視用のパーツでつけるとこんな感じでだいぶね差が出てますね。すごいSF チックな足になってますね。まあでもこういうね見栄え重視パーツでもこう単独でねこう変形が可能になってるっていうのもあのプレイバリューがあっていいですね。で全部変えるとこんな感じ。わあすごい、あアレンジ効きすぎてて、やっぱこれはあれだね、まあボーナス特典というかね、プレイバリューの一つとしてあっていいんじゃないでしょうか。もしこれこれであの商品化されたらすごい困るよね。これこっち付け替えができなくてこれだけになったら、いやーこれはちょっと違うでしょっていう風になるから、うん、まあやっぱアニメのプロポーションを再現したいって思ってる人と、いやそうじゃなくても普通に玩具としてね、こういうのが再現されてればいいよって思ってる派でね、意見がまあ2つあると思うんですけど、まあその両方もね、満足させるようにこう両方つけてくれるっていうのは嬉しいですね。まあこれもアレンジ版なんか、なんだろう、なんかそういうのあったよね、バキバキにこうアレンジされたガオガイガーとか、まあ、そういうのがあって、まあそれのシリーズだったらこれでもまあ文句はないかなっていう感じだよね。さあでも自分はね、普通の携帯の方がいいかなっていう感じなんで、まあ当時のものよりはすごい結構神経使うかなと思ったんだけど、意外とまあちょっと力加えて引き伸ばしてもまあ耐久性はあるかなって感じ。さあお次はアースファイター、特殊なジェット機ですね。まあこれもね面白いのがね、このランディングギア、ここのランディングギアはまああるだろうなっていう感じなんだけど、ここここの胴体パーツのところちょっと黒くて見えにくいかもしれないんだけど、ここのねランディングギアがね、ここもコロ走行できるんだけど、こう胴体の方にこうやって収納できるようになってるんだよね。これすごい芸が細かいな。あ、こっちの方が見やすいか。こういう風にランディングギアはこうやって起こせる感じ。うん、いやーすごいいいね、このね胸に当たるマーク、地球がね。でやっぱこの後ろ、ここあの当時も結構顔はねこう顔面の方がこう胴体の方に折りたたむようなこう、ね、回転させる、回転っていうかこう畳んでおけるようになってたんだけど、これはこっち外に向けてるんだけど、こう目隠し用のねこの蓋みたいなのがついてるね。まあ、これがついてることでこう後ろから見ても顔が出なくなる、いいですね。でやっぱねこれね戦闘機なんでね、いろんなところからこうビームライフルみたいなのが出てますね。うん、昔ねこれのパーツねなくしちゃったりしてね、これだけね、うん、なかったりするんだよね。でしかもここのね羽の部分もいつの間にかなくなっちゃったりして、うん、なんてことも思い出しちゃいました。うん、でキャノピーはこれは開かない感じかな。うん、これ無理にやると塗装が剥げちゃうんで、まあ、コックピットは開かない感じ。いやいいね、これもめちゃくちゃかっこいいよね。さあお次はダガーン。いやーこれねいいね、もうなんかすごいね、サイズ的にはイージーコレ、トランスフォーマーのイージーコレクションくらいなのかな、ちょっとイージーコレクションよりはちょっとでかい感じ。うん、ジャイロゼッターくらいかな。ジャイロゼッターもこういうちっちゃいねミニカーサイズのおもちゃがあったんだけど、おお後ろから見たのはこれ初めて。おお首も動く、うわーすごいこれね、いやーすごいかっこいい、いいね。タイヤもねこの走行できます。これがね車のモデルになったのが確かランボルギーニだったのはずなんだ。になったらそんなんかっこいいに決まってるやんっていうねいやーすごい。じゃあね早速ね変形させていきましょう。それじゃあまずはねダガーンから変形させていきましょう。チェンジダガーン。まずはこのパトランプのところのここのパーツを持ち上げるんですけども、あ今持ち上がったんだけど、最初ね硬いかもしれないんで、まあ、ちょっとね後ろのところここ歪み入れて、あまあ先に変形させて、まあ、
これで持ち上げるのでもいいかもしれない。うん。まあこんな感じで、ね、まずは上に持ち上げます。で、そうするとここに隙間ができるので、ここをぐーっと上げると、ここつま先がね、ちょうど避けられるようになるので、こうやって開いていきます。で、つま先を上げる。で、ここにちっちゃいピンがあるんですけど、これをこういうふうに出してあげると、これね、支えるための補助パーツみたいなのが出てきます。これね、合体する時の携帯にも使うピンなので、何気にここ重要です。まあ、設置のね、角度に合わせて、こういうふうに、好きに角度がつけられる感じ。で、後ろ側、こっちのパーツ、さっきと同じように、こういうふうに、倒します。で、こういうふうになったら、このまま横にね、左右に、開く。で、この肩のジョイントがあるので、これを引き出しながら、こういうふうにね、少し、この字に稼働させていきます。こんな感じ。で、ここを折りたたんであるので、ここの爪をね、使って、こういうふうに。で、後ろのパトランプの方、これを、こうね、ぐるっと一回転させて、で、こっちにヒンジがついてるので、これ内側に、こういうふうに、畳みます。こんな感じ。で、足を開くと、チェンジダガーンということでね、変形しました。いやー、すごい。なかなかね、繊細な造形ですよ。ちっちゃくてね、このね、イージーコレクションでもありそうなこのボールジョイント、肩のこの変形とかね。もう細かいパーツがいっぱいあって、これ何気にね、こう、スカートが持ち上がったりして、こうね、足も太ももがこういう風に動いたり。変形の関節はここなんだけど、ちゃんとね、こう、伸ばしてから、この膝のね、関節がここで曲がるように、こういう風につけられますね。うん。いやーすごい。腕もね、こう、こんな感じで。肩もね、動くし。水平には、まあ水平はちょっと、あれ動くんだけど、首もね、こうちっちゃいながら、こういう風に、ボールジョイント？うん。うわー、こういう風に横向きにできたりね。すっごいめちゃめちゃ細かいです。顔もイケメンですね。こう細かいので、拙者で、どれくらいで映るかな。うん。こんな感じです。いや、めちゃめちゃイケメン。かっこいい。やっぱダガーンかっこいいわ。うん。いや、いいっすね。こんな感じでね。自由にポーズをつけられます。これもね、ちっちゃいダガーンマグナム。これもね、当時デラックス玩具持ってたんですけど、これね、当時なくしちゃったりしてね。大変だったんですけども、これもね、下手するとなくしちゃいそうで、まぁ、ちょっとね、かなり細かいんで奥まで押し込んじゃうと、折れちゃいそうな感じなんですけど、こうやってね、手を結構両手持ちできそうな。丸ピンじゃないので、これをね、もっとこう、正面に向けられればなぁと思ったんですけど、まぁ、こんな感じで、ダガーンマグナム！打たせるポーズを取ることもできます。いや、いいね。うわぁ、めちゃめちゃかっこいい。もうこれだけでいいよね。すごいかっこいい。ちゃんとフル塗装にもなってるし、こんな感じでね、細かい造形もあっていいですね。で、後ろのバックパックなんだけど、ちょっとね、こういう感じで折りたたまってて、なんか、少しだけ気になるなっていう気もするんですけど、ここはね、ちょっと一回戻して、これを、完全に開くとこんな感じになるんだけど、これをね、途中までこういう風に、この字にね、して、
コの字にして、これをあのピンを押し込むと、こうね、結構ちょうどいい感じになると思わないですか？まあちょっとお腹周りまでこれが来ちゃうんですけどもね。うん。でもなんかこれいいんじゃないかなと思って、うん。まあこれ伸ばし、実際のね、実際のところが背負い物こうなっちゃうんですけど、まあこれを少し開けて、さらに押し込む。さらに押し込むと、こんな感じ。まあ正面から見るとね、このウエストの細さの見栄えをちょっと邪魔しちゃうかもしれないんですけど、まあこんな感じでね、それ、これでも背中がスッキリして悪くないんじゃないかなと思います。いやーだって当時のデラックスがやっぱね、足がこういう風にね、ずっと固定で、腕もこんな感じで、腕は横にこういう可動はついてたと思うんだけど、あれ？どうだったかな？こっちの可動まではついてるんかな？うん。まあ、ここくらいまでがね、限界だったんだけど、まあ、さらにね、足開けて、さらにね、こう、ポーズつけられるっていうね。いや、いいね。腰の可動はついてないのか。さすがにね、折れちゃいそうなんで。まあ、それなくても十分、ポーズ決められるので、いや、すごいいいです。いいですね。さあ、それでは、アースファイターとアースライナー、これを合体させて、ダガンジェットにしてみましょう。ということでね、まずはライナーから変形。まずアースライナーの変形なんですけど、ここを引き伸ばすんですけど、先頭をね、こう前に引き伸ばすんですけど、まずね、この、これがね、蓋と、これが、ロックの役割をしてるんで、これをね、外しちゃうと壊れやすくなるんで、これをちゃんとしっかり閉じて、こういう風に、こういう風に持っておきます。で、ここの先頭の部分を、こう、思いっきりね、引き伸ばす。最初のうちね、結構硬くてね、壊れちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、ちょっと勇気を持って、こう、ぐっと引き伸ばしてもらうと、こういう風に、先頭が引き伸ばされます。で、下。ここから角を出すんですけど、これね、これ斜めに下にこうスライドさせるイメージ。これね、引き伸ばすことができます。で、そしたらここでぐるんって回転させて、こうなっ。で、こうなったらもう一回上の方にこうスライドさせて、こんな感じでね。機種が、先端が伸びます。で、そしたら、こう、戻して、先頭を、こう、ガチッ、くっつける。で、後ろの方は、ここがね、ジョイントになってますんで、これをグイーッと上げると、こういう風に、ジョイントがつきます。で、後ろじゃない、上の方ね、これを、蓋を開けると、これが接続ピンになるので、これで完成。で、今度は、アースファイターの変形。ここのね、胸のエンブレムの方を、こう、外します。で、ここのヒンジ、ここの一番根元についてるヒンジを、ぴったりくっつけて、で、ちょっと斜めになるんですけども、ここに接続のピンがあって、ここにも接続のピンがあって、で、これを斜めの状態でくっつけ、ます。こうね。くっつけると。で、まあ、ここのエンブレムの方は、こう、プラプラしてるんですけど、まっすぐ、垂直になるように。で、今度は先頭の機種。ここのブロックがあるので、この両方ね、ヒンジがあるんですけど、これをグイッと、ここを一番上まで。ちょっとクリックが、あるんですけども、これ上までやって、で、ここの下のところを、こう開けて、クイッ。で、さらにここの部分を上までがっちり上げて、で、さらにここをまたね、グイッと。こんな感じで、上に一個ずらす感じで変形させます。
で、アースライナーのここのジョイントを、ここにね、中に、ジョイントがあるので、ここ先頭をぶっ刺します。で、くっついたら、ここのね、ジョイント、この青いパーツと、機種を合体させます。で、これで完成しました。ダガーンジェットということでね。で、これが完成したら、このパーツを、クイッて、開きます。で、開いたらダガーンのね、足のこのピンを、こう一回収納して、で、この青いピンね。青いピンを、こっちのアースファイターの、ここのピンに接続。反対側も接続。で、こうすると、ダガンがね、ロボット状態で、こう、乗せることができます。で、これね、ビークルモードでも接続が可能で、で、ビークルモードは、今度はこっちのね、ここのピンと、このピン。これをね、軽くなんだけど、当たる程度で、こう、両サイドから挟み込む感じで、くっつける。そうすると、こんな感じでね、がっちりくっつくことができます。うん。いいね。これ、ダガーンジェットになります。いやー、この携帯もね、再現してくれると、嬉しいですね。よし、それじゃあね、早速、合体させていきましょう。ダガーン、合体しろ。おー、ということで、合体しました。うおすっげー、めちゃめちゃプロポーションがいい。うわー、もうかっこよ。いや、めちゃめちゃかっこいい。うおー、見てこれ、ちゃイケメン。うおー、この角度もいいね。おおー、いやー、すさまじくかっこいい。いや、めちゃめちゃプロポーションいいね。わー、こう首もね、ちゃんと上の方向けたり、こう横向けたりね。この特徴的なね、マスク顔。いいっすねー。いや、めちゃくちゃイケメン。変にね、頭がね、小顔になってなくて、ちょうどいいね、太さという言い方が合ってるかな。ちょうどいい大きさのね、頭部になってますね。
合体のね、解釈が若干当時のデラックス玩具と違っててね、アースライナーのところにね、あのダガーンがバチンってこうくっつくんだけど、これはね、若干浮かせてる状態なんだよね。うん。ダガーン自体は、このアースライナーにはくっついてなくて、まあダガーンは上のアースファイターのここのピンにね、止まってるだけかな。まあ背中のね、ここのスカート部分で接続している感じ。まあ当時の玩具も腰でね、ガチンってこうくっつけて、固定させてたんだけど、ちょっとね、これは、あのザ合体の方はね、うん、ちょっと繊細な合体かなという感じで、ちょっとね、気をつけて遊ばないといけないなっていう感じがしますね。うん。いやでもね、プロポーションもバッチリだし、これだけでもいいよね。あの見栄え重視のこれがあったじゃない。うん、これなくてもすごい十分いいよね。うん、全然いける。めちゃくちゃかっこいい。いやーいいなー。まあせっかくなんでね、プロポーション重視の足に変えてみましょう。この、ね、後ろのふくらはぎのここ、これがボタンになってて、これ解除スイッチになってるんだけど、これ外して、こう同じようにね、ガチンとつきます。同じように蓋が開いて、こんな感じで。じゃあまあついでに中身のダガーンも変えちゃいましょうか。これ一回外して取り外す。で今度はこっちにね、ピン接続があるんで、ここのピンとこれをくっつけると。で今度はね、腰にこのピンがあるので、今度はね、がっちりここのピンに両方接続する感じでガチンと。あ、これだとすごい腰がしっかりくっつく。おー、いいね。はい、ということで今度はね、見栄え重視パーツに交換したダガーン X。 いいね。やっぱこれあれだね、腰を見栄え重視パーツにするとすごい合体に安定感がある。あのダガーンだとこっちね、どうしてもこっちの接続がねできないので、うん、ちょっとね安定感がねなかったんだけど、こっちにしたらね、ものすごく安定する。うん、いやいいね。で足もね、こっち結構なかなか太くなったんだけど、まあでも気にしなければ、まあ通常のやつでもいいんじゃないかなっていう感じなんだけど、まあね、作画重視にしたいって考えてる人はこっちでもねいいんじゃないでしょうか。あー、いや、すごい。あ、このね、腰は重要だね。それじゃあね、各部の、可動を見ていきましょうか。で、腕はね、こう、クリックがあって、上まで、こんな感じで、動きますね。で、横にも、クリック関節があるので、横に広げられる。で、腕もこんな感じで、二重関節になってるのでね、これくらいまで曲げられます。で、拳もこんな感じで回るし、で、取り外せばね、交換用の、手首がつきますので、それと交換することもできます。で、足。足ね、若干ここ、スカートが上に上がるので、足こんな感じ。で、膝もこんな感じ。膝から先はね、交換するんで、これ、通常のパーツと交換しても、同じくらいの角度まで、曲げることができます。で、サイドスカート。サイドスカートは、足の太ももの方にくっついてるので、これをちょっとね、浮かせてあげると、これくらいまで、横まで広げられます。で、後ろの方は、ここ、後ろのね、スカートが当たっちゃうので、あんまり後ろには開かないかな。で、足の設置はこんな感じで、曲がることができます。で、変形のね、やつで、こう、つま先まで曲げられます。で、通常の方は、こんな感じで、横にスイングして、こんな感じ。こっちだと、可動は少し少なめかな。
ここね、あのアンテナがあるんでちょっと気をつけてもらいたいんだけど、こんな感じ。見栄えパーツにすると足がここまで、ね、こう踏み込んだようなポーズがつけられるかもしれないですね。じゃあせっかくなんで可動指、指がねこんな感じで、親指とか人差し指、中指、あ、全部独立稼働するね。指が一本一本稼働させることが可能で、武器があってこの剣の溝とここをカシッと合わせて、まあ、切れ込みがねもともと斜めに入ってるので、こんな感じ、こうなって、で指がこう沿わせられるように、で腕交換して、おーいいねー、でダガンブレードを装備させることができます。そしてこの足のね、これを外して、で両方これ合わせて、で先を伸ばす、でここに持ち手があるのでこれ伸ばす、ここにも持ち手があるんだけど、あ、こうこんな感じで、これアースキャノンになります。でこんな感じでアースキャノンを構えさせることができます。いやちょっとねポージング付け難しいね、ちょっとポーズつけるの苦手なんでね、ご了承ください。ちょっと左手は添えるだけみたいになっちゃってるんだけど、まあこんな感じで、で腕をもう一回こう変形前のねこっちの状態に戻しておくと、これでアースバルカンを出すことができます。そしてダガーンの必殺技、これをね胸のこのハッチを開くと、あー怖い、あー怖い、結構硬い、お開いた、こんな感じで、あーちょっと、おお、これが限界かな。アースブレストバスターということでね、こんな感じで開くことができます。これね緻密な造形でいいっすね。でこっからね地球のパワーを一気にねビームとしてこう放射することができます。いやーこれかっこいいな。中身のこの、ね、金属っぽいね造形と塗装がちゃんとされてていいですね。はい、ということで今回ご紹介したのはザ・合体ダガーン X ということでね、いやーついに待望のねダガーンのリメイクアイテム出ましたね。いやめちゃめちゃ嬉しい。もうね当時のねデラックス玩具持ってたんですけど、結構ね引っ越しする時にね、ちっちゃい頃なんで引っ越しする時にねちょっと荷物になるので手放しちゃったっていうんですけど、過去がねあるんで、ね、ちょっとね悔しいんですけどもね、比較がねできなくて、でまあねやっぱこれもね触ってみてね、いやすごい素晴らしいね、出来なんだけど、やっぱ当時の玩具もね今ちょっとね欲しいなってあわよくはどこかでね手に入れられたらななんてちょっと考えちゃったりしたんですけどもね。いやでもねそれにしてもねこれやっぱねフル稼働でちゃんとね変形させてプロポーションも良くって、もうね当時品よりもねもうさらに格段にパワーアップした感じでいいですよね。もうこれもすごい気に入りましたね。プロポーションも良くてちゃんとね変形合体もできて塗装もねしっかりしてあるっていうことでね、もう本当にこういうアイテムをね待ってたんですよずっと。いやーまあねちょっとね語るとね長くなるんですけどもね、まあ後日談なんでね、好き勝手喋らせてもらいますけど、まあ勇者シリーズってね結構あれなんですよ。まあ よくてあのエクスカイザーとかね、初代勇者のエクスカイザーが出てて、であのガオガイガーがねもう中心にこう立体物、あの可動だったり、変形合体できる、アイテムがねこう多数出てるんですよ。まあ
最近でもねプラモのガオガイガーとかもあるし、まあミニプラもねそうですけどもね、まあ、超合金とかもう語ればねもうキリがないくらいにねガオガイガーはねいろんな分野でね出てるんですよ。ただそれに隠れてこうダガンがね全然立体物出てくれないのよ。まあ出ててもあの SD デフォルメ体型のなんかガシャポンのフィギュアだったり、まあそういうくらいかな、うん、だったと思うんだけど、まああの非変形のねあのプラモデルは最近も出てきて、もうやっとねようやくですよ、ようやく最近こういう立体物が豊富に出てくる感じになってね、もうねいや嬉しいですねもうやっとかって、まあ結構ね売れる見込みがないから出さないのかもしれないんですけどね、まあね出してくれればね僕なんかはねしっかり買おうと思いますんでまあ全部買えるかはちょっとねお財布と相談なんですけど、まあそれにしてもね出ないと思ってたんですけども、いざねこういうシリーズがねドンって出たら、なんかあっちからもこっちからもどんどん出てきてね、おい需要と供給のバランスみたいな感じでね供給方でねもうこっちのねもう頭がねこういっぱいいっぱいになっちゃってね、全然もう全部買えないよっていうくらいねもうどこもかしこも出てきてね、まあ嬉しい悲鳴なんですけどもね、うん、いやーでもねやっぱねこういう感じよね、うん、ちゃんと変形してちゃんと合体してちゃんとかっこいい、もうこれに尽きる。まああんまり他を悪いことは言えないんですけどもね、まあ他はねちょっとなんかあの差し替えで変形とか、まあちょっとあの塗装が自己責任っていうか、あの成形色だけだったりシールだったりね、うん、まあミニプラのことなんですけどまあそういう風な若干ねあの制限があるんですけども、まあしっかりねこういう大きいサイズでしっかり変形できて、がっちり遊べるっていうね、玩具が出てね、いやもうすごい嬉しいですね。まあ今後ねあのザ合体だと次はマイトガインが出るかな、まあその前にダガーンの2号ロボ的なね位置づけのガオーンがね、まあちょっと発売が延期になってますけども、まあこれも延期してたんだけどもね、まあ、ちょっとずれ込んでてねちょっと出るのが遅くなってるんですけどもね、まあガオーンも出てもうグレード合体ができるっていうことでね、でさらにはマイトガインが出て、まあ、これからどんどん勇者シリーズで、まあね、何かいろいろ次は何かなっていう感じでね、期待してるんですけどもね、まあでもねこれだけねプロポーション良くて、まあ値段も結構まあするんですけどもね、 Amazon 価格だったらちょっと割引されるんで、まあ手頃かなと思う、これくらいだったらね手頃かなと思います。まあこんな感じでねシリーズが続いて自分の好きなあの勇者シリーズのね勇者ロボが出てくれたら、いやそれだったらねもう嬉しいですよね。まあ主役だけじゃなくてね他のサブロボ、うん、もうこれもねランドバイソンとかね、あのペガサスセイバーとかめちゃくちゃかっこいいのがいるんで、まあそれもねリメイクして、あの可動とかねプロポーションが優秀になったねあのアイテムが出てくれたらね、もうそりゃ嬉しいですよね。もうそうなったらもうねちゃんとね買いますんで、くすまさんにはねもうこれからも期待していこうかなと思います。もう買い支えるつもりでね、まあそんなこんなで、今回ご紹介したのは、ザ合体シリーズのダガーン X でした。それじゃあまた次回、バイバーイ。